はい、あやしろみささんです。はい、みさちゃん、よろしく。こんにちは。はい、すいません、どうも、よろしくお願いいたします、はい、いつも元気ですね。はい、あやしろみさです。星先生も喜んでますよ。あ、そうですかね。しばらくお会いできないで。あ、忙しいからね。はい、そうなんでね。はい、今日の歌は、はい、あの綾代美さんのジプシーチェリーと、はい、頑張れ日本世界の輪を歌わせていただきたい、はい、オープニングってことで、はい、じゃあ頑張れ日本世界の輪、それいきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。手拍子で元気よくいきたいと思います。いつもすいません、お願いします。地球に生まれ、日本に生まれて、ベイビーベイビー、戦をしないで平和に育ってハッピーハッピー、所詮この世仮住まい、ただいま地球に居候、いろんな星に生まれたけれど、日本最高、この今が宇宙さすらい悟ったことは、平和が一番、優しさには頑張れ日本、英知を絞れ、頑張れ日本、世界の原爆水爆使えば終わりさ、クレイジークレイジー、ここまで来たなら封印しなきゃ、自衛自衛、勝者はいない、敗者のみ、地球はゴースト、死の星にいつかは滅ぶ宇宙の定め、優しくなろう、逆らって進化のゲームはそろそろ終わり、力を合わせて白黒黄色、頑張れ日本、英知を絞れ、頑張れ日本、世界の
では次は私の60年前詩のジュシーチェリーをお聴きください。ジプシー乙女の頃夢を見て笑われて恋をして泣かされて大人になる頃は橋の苦労にさ男なんて世間なんて当てにゃしないさ負けないさ孤独に咲いたジプシーチェリーそれでもやっぱり人生を楽しんで今日も生きている今でも心熱いままたった一つ信じられる愛があればいい人生は人生は時に素晴らしい私の父はフィンランド母は日本の方です私はいわゆる愛の子ですそれでも大好きな日本父はそのために早死にしました父も母もその意志をつないで私は死ぬまで日本人として日本を大切にしたいと思います箱柱を捨てて心の旅花よ星よ何をも鳥よ虫よ楽しいかどうし生きるのか考えたことあるか人は生まれ人は愛しそれでおさらばけせらせら孤独に咲いたジプシーチェリーそれでもやっぱり人生心熱いままたった一つ信じられる愛があればいい人生は人生は時に素晴らしい
時素晴らしい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、結構皆さんに歌われるようになったね。ねえ、よかった。私よりも皆さん感じで泣かされて聞いてます、いつも。いいですもんね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、次のお客様。はい、続いて素敵なお客さんですよ。浜恵子さんです。はい、こんにちは。浜恵子さん。浜恵子でございます。素敵なブルーの鮮やかな。なんか今までたくさん歌手の方いらっしゃってますけれども、はい、高知の方は、初めて。そうですか。高知ですか。高知県です。はい、土佐の高知。土佐の高知の今桂浜がねすごく綺麗ですよね。そうでしょうね。はい、それで浜恵子さんなんですか。そうです。桂浜から名前を取って、はい、上野駅の新井英一先生がつけてくださって、はい、最初桂浜子、はい、そしてテレビドラマに何本か出させていただいて、はい、浜優子さんと芸者の役なんかもやらせていただいて、はい、テレビの方がね、はい、浜優子さんみたいに浜恵子がいいよってひっくり返してくれたんです。素敵な名前ですね。自覚は一緒ですからね、はい、新井先生にごめんなさいって言って気に入ってます、はい、浜恵子。素敵な名前です、はい、よろしくお願いします、はい、今日1曲目は何を歌っていただけるんですか。ルンバで夜更けの乾杯、はい、夜更けの乾杯、はい、ではよろしくお願いいたします。聴いてください。はい、はい、浜恵子さんです。どうぞ。いますか幸せでしょうか。あなたが残した心の傷跡、ことさら痛むの。こんな夜は窓打つ小粒は、ああ木枯らしに弾ける小雪。甘傘あなたに任せて、ゆらゆらと触れてもよかった。ああの時の土砂降り雨は、あなたの心に届いてほしいの。女が夜更けて飲む酒の味をくすぶり続ける、愛の日を乾杯しましょう。
新しい明日のために乾杯しましょう。新しい明日のために明日のためにの乾杯聞いていただきました。2曲目は別れの海峡、函館が舞台のプラトニックラブの歌でございます。北海道のお坊様がね、詩を書いてくださいました。それでは聞いてください。別れの海峡。思いを散りばめ、きらめく夜景、長い月日をそれぞれに生きてきました。今一度焼き付くあなたの瞳と声を、函館別れの海峡、再びの海切り漂う立ち待ち岬、腕を組むだけ許してね、言えぬ心のもどかしさ、伝えてください。水面の明かり、函館別れの海峡、雪が離すならば定め悲しい、さようならと見
の幸せ、御霊の星に、ああ函館別れの海峡越えてゆく。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。9月、はい、9月6日に ね、浜恵子全曲集、ね、アルバムはもうね、はい、出てるんですよ、はい、全曲集すごいですね、はい、30年間ね歌ってきて、あのいい詩ばっかりね選んで歌ってます。詩がいいといい曲がつくんですよ ね、はいはい、そしていいアレンジで、あの皆さん浜ちゃんの歌はいい歌ばっかりだねって言っていただいてます。そうですか、どうぞ歌ってください、はい、楽しみにしてます。ダムに20曲入っております。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。またね、四国からたまに遊びに来てください。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、浜恵子さんでした。はい、続きましては私ですか。はい、私でございます。はい、ご自分で。はい、歌います。ママの宝物です。よろしくお願いします、を浴びて高く上がった棒にほとばしる汗の中、埃と歓声、あなたはベンチの隅で誰より大きな声で友達の名を呼んで応援するのよ。運動音痴なのはママの遺伝子ね。元気で優しいとこママに似たはずだもの。黒く焼けた肌にきらり白い歯、笑顔がピカイチ、君ママの宝物。悔しさや流す涙の数はあなたが思うよりも大切なことなの。いつか大人になって待ち受ける困難も今のあなたでいれば乗り越えて行けるわ。好きな道を信じてやり続けてく強さはママには眩しすぎて輝いて見えるわ。たくさんの友達育てた友情、素直な瞳の君
ママの宝物、とても不器用だから見ててハラハラするの。だけど口を出したり助けたりしないわ。つまずいて転んだら立ち上がるのは自分。一人で生きる力身につけて欲しいの。暗闇に迷い込み膝を抱えてたらそっと明かり灯す。母でいたいから、命に変えてでも守りたいもの。世界に一人の君、ママの宝物。はい、はい、ママの宝物聞いていただきました。はい、ありがとうございました。もう女優からすっかりもう歌手になっちゃってね。いや、とんでもございませんよ女優も頑張っておりますよ。はい、はい、また後ほど、はい、後ほど、はい、はい、では次のお客様は司光くんです。もう若手のね、はい、はい、失礼します。すいません、前を失礼します。有料株バリバリの、はい、いやいやすごい画面に映るとすごい色ですねこれね。あ、でも綺麗ですよ。本当ですか。はい、ありがとうございます。似合ってます。はい、一番新しい衣装できました。はい、はい、ありがとうございます。今日の歌は、いやいやいや、今日の歌もですけどね、僕の曲、デビュー曲を聴いていただこうと思いまして、はい、今日も参りました。恋のカーニバル、そして君は綺麗なバラの花、両A面でね、はい、そうなんです。あの、バン健介先生に、そうそう、バン先生、今、はい、もうヒットメーカーでね。そうなんですよ、今もすごいですよ。お前も頑張れ、お前も頑張れって言ってもらってるんですけど、あの、やる気はあるんですけどね、はい、なかなかあのトントンとはいかないということで、少しずつ頑張ってます。少しずつですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ではお願いします。夏向きのいい歌からいきましょう。はい、よろしくお願いします。恋のカーニバル。彼女を乗せて走るよハイウェイ、真夏の恋の季節さ、ハンドル握りしめてキス、若い俺たちのロマン、甘く流れThank you.
ジオのボリュームを上げて陽気に陽気に渚は光輝く真っ赤な夕日浴びてダンシング淡い俺たちのメモリー肩を寄せ合いすなり指で書いたよ I love you Come on, come on, come on パラダイス入れおいでよ Come on, come on, come on最高さかっこいいってとこでね。ありがとうございました。おばさま方にモテるわけですね。いやいやいや、何言ってんですか。豪華なダンサーまでついていただいてすいません。今日はノーギャラでお願いしますね、この曲は本当に夏っぽくてですね、今雨がねすごい多いですけど、ちょっと一瞬忘れていただいて、踊りながら見ていただけたかな皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。もう一曲ご紹介したい曲がございまして、はい、ね、この曲も両 A 面で出させていただいております。ちょっと大人っぽいかっこいいナンバーです。聴いてください。君は綺麗なバラの花。好きさ誰より熱い熱い熱い眼差し胸が胸が胸が裂けるくらい好きさ好きさ好きさたまらなく唇も君の仕草も夢の中で攻めてくるから可憐なその指先恋に落ちた俺をまさぐり愛は不思議なものそして知らず知らず溺れてゆくのさこの世に一輪
たり、眠れ眠れ眠れないほど、募る募る募る思いだけが、俺を俺を俺を迷わせる。あまりに眩しすぎてやけにときめく、感じるその瞳もいつの間にか俺を狂わず、愛のほどを燃やし、そして奪いたいよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。かっこよかったです。ありがとうございます。男が言うのはあれですけどね。いやいやいや、そんなこと、同性の方に言われるのもまたそれはそれで嬉しいですよね、やっぱりね。ありがとうございます、はい、頑張っていきます。はい、はい、新しいね、おニューで。そうなんです。でかっこよかったですよ。そうなんです、はい、ね、はい、はい、ありがとうございます。それではあ、もう一曲ね。いやいや、僕はもう、ね、いいんですか、はい、僕じゃあいつまでも言いましょうか。はい、ありがとうございました。失礼いたします。はい、続いて大御所お願いします。はい、はい、あ、ごめんなさい、面白い。どうも。いや、あのね、ごめんごめん。はいはいはい、はい、今ね、ちょっとね、夢見てたんだよ。今ね、夢見たらね、バジリコを食べてたの。俺大好きなの、バジリコね、あのスパゲティ食べるの、はいはいはい、あれがね、とっても美味しかったの。だから多分ね、今度歌うあの居酒屋でもね、はいはい、多分バジリコなんか出るんじゃないかなと思ってね、僕の歌聴いてください。はい、はい、居酒屋です。はい、おかみさん。あ、そうもう、ね、あ、でもね、だいぶ浸透してきましたね、うん、だからね、居酒屋のおかみさんの歌です。の歌ですね。ボケてるな俺ね。すいません。いきましょう。はい、おかみさん。はい、おかみさん。よろしく。心に和む、ひとり寂しく飲む俺に、なんだかんだと聞く癖は、馴染みなればのおもてなし、
馴染みの酔いどれ酒場、涙ぐんでる女が一人、いわくありそうなその顔に、そっと耳を寄せ聞くふりに、くどき文句をつさん、日暮れ間近の路地裏明かり、荒げる男が二人、酒もビールもそこそこに、顔を合わせりついて出る仕事苛立ちはけどこ どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱ出てた。え、あれ、あのおかみさんの居酒屋でバジリコが出ました。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。どん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 ね。何？あ、そうか、俺もおかしくなっちゃった。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、おかみさんでした。ありがとうございます。ヨマンっていうの、聞いてください。二度目ですが、アカペラでやりますけど、まあ、声が出るかもしれません。まあ、出ないかもしれません。やります。よろしくお願いします。おーほやIo Mante
燃えろ人よ、満月よ、今宵熊祭り、可愛い目の子よ、こたんの着て破り、熱きと息よ、目に与えよ、燃えろかがり火、満月よ、今宵熊祭り、おどろめの子よ、たむたむ太鼓が鳴る、熱き唇、我に与えよ、わほい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 よ、いよ、もんて。鳥ですからね。お願いします。例のもうね、終戦2日前が15日が ね、 15日がね、終戦記念日 で、 終戦記念日で、ね、もう終戦で72年になるんだよね。そうなんです。でもね、ほら特攻で亡くなった人たち当然そう。でもね、特攻じゃなくていろんなんでね、戦争でもいっぱい亡くなってる人いるんだよね。靖国さん神社行ってまいりました、うん、15日ね、うん、ちょっとだけ10秒ぐらい黙祷を捧げようか。やっぱりね、まあ、2日前だったけども、はい、遅まきながら、はい、それじゃあ黙祷を捧げます、はい。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ちょっと早かったな10秒5秒だったいいんだよね、気持ちがあれば、はい、というところで、それじゃあチュラン、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。戦争が終わって72年、日本は72年間戦争のないとても平和な国です。このような平和な国になれたのも、お国のために戦い散っていった若者たちがいたからでしょう。その中の一人、宮川三郎軍曹を語りたいと思います。宮川軍曹は新潟県出身、長岡工業高校を卒業して一旦は民間会社に就職しましたが、大空への夢は立ちがたく、仙台航空機乗員養成所に入校しました。パイロットになり特攻隊に志願しました。5月に一度出撃しましたが、飛行機の不具合で帰還。その時の悔しい気持ちを食堂のトメさんに手紙で綴っています。先輩、同期生たちが次々と懺悔していく中、自分たちばかりが残るというのは心苦しいことです。しかし決して死を早まらんつもりです。必ず成し遂げます。ご安心ください。そして翌月6月6日、帰らぬ人となりました。それでは森繁雄さんに歌っていただきましょう。作詞作曲星恵三、知覧の蛍です。語り継ぎたいことがある。忘れてならない人がいる。知覧陸軍
特攻隊宮川三郎少尉にこの歌を捧げます。俺もお前も短い命、明日はいずこの海の底、どうせ散るなら本懐遂げて蛍になって帰ってくるよ。俺が来たなら甘酒くりゃれ、ほーほーほーたる恋、ほーほうほうたる恋、優しく歌ってくだしゃんせ。祖国よ愛しき人よ、命惜しむじゃなけれども、役に立ててよおいらの命、買い物だけに別れを告げりゃ、涙をつるもなお生き高し、ほーほーほうたる恋、ほうほうほうたる恋、よくぞ来たねとほめやんせ。ほうほうほう春恋、ほほほほ春恋、おいらのことを忘れるな。森ちゃん、はいはい、よかった。やっぱりねこの歌はずっと歌い続けるとね、なんか心にガーンやっぱり来るよな、はい、いいですね。もう今年はどう NHK 決まったかなえなんでまだほらみんなの応援がないと足りないと。いやいやもうそろそろ NHK から声がかかっても良さそうなもんですよ、ね。まあ、ただね、うん、お断りしたんですよ。あそうなんだ。忙しいからね、スケジュールいっぱいで、ね、なんでお餅つけしなきゃいけないからね4月31日でもねこの頃まあそういう NHK 出てどうのこのじゃなくて、あのこの間ね3万人のあの京セラドーム、そうそうそう
稲盛会長のあれでやってたんでしょ。すごい、3万人だったと。もうものすごいところで歌う。どんな感じだった。いや、おかげさん、でも山の中ライトで見えないから、ね、見えないよな、うん、ただあの大きな画面でね、うん、じゃあ、はいはい、そんな感じでね、そろそろエンディングいきましょう。そうなの、はいはい、では皆さん集まってください。そうです、皆さん集まってください。エンディングはマイハッピーエブリデイです。はい、大丈夫です。どうぞどうぞ。マイハッピーエブリデイ、太陽さんさんスマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も楽しいこと1,2,3探そうよ。ぐったり化粧のり悪くがっかり、大変なの主婦って旦那様8時すっきり、娘見送ってすっきり、ワクワクドラマタライム、ワイヤーで働く娘を覗いてそっと微笑んだ、時には不審者と言われても、家族の平和守るのだ、私はスーパーウーマン、スーパーか、思い出した、卵ない、オーイエーイ、マイハッピーエブリデイ、幸せ晩餐スマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も晴天なり、晴れ晴れよ、サボってちゃっかり、おいしいランチでがっつり、財布だけダイエット、 主婦のたまり場はやっぱりストレス解消、さっぱりいろいろ話しちゃおう、この前ねママのご飯が一番よと褒めてくれた、買ったものといえず複雑よ、笑顔だけを振っていたら知らない人でびっくり、そのまま両手上げ体操よ、オーイエーイ、オーイエーイ、オーイエーイ、マイハッピーエブリデイ、太陽さんさんスマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も楽しいこと探そうよ、晩餐スマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も晴天なり、心晴れ晴れよ、はい、この番組はゴールドラック合同会社、映画七福神制作委員会、三匹のおばちゃんデカ制作委員会、マジック制作委員会、そしてオーシャン50の提供でお送りいたしました。来月は9月の21日でございます。皆様お見逃しのないように、さようなら、さようなら、お元気で、皆さんありがとう、ありがとうございます、はい、お疲れ様。